ふーさん、はじめまして。配信アーカイブ拝見させていただいております。と。ありがとうございます。まず最初にいい年の大人がこんな情けないことを相談するのをお許しくださいませ。なんでしょう。うん。先日、えー、配信で LGBTQIA+, のお話をされていましたが、その中の A の部分のアセクシャルについてお伺いしますと。これは先天的なものなのでしょうか後天的にそのような思考、かっこ言葉が、えー、他に思い浮かびませんでしたが、えー、になったりするものなのでしょうかと。 えー、そもそもなぜこのような疑問を抱いたのか。えー、もと私はどちらかといえば依存体質でしたが、最後にお付き合いした彼に振られてどん底まで落ち込み、ふと我に帰りました。そしてその時にバカみたいにお金を,を使い果たし、それと同時に父の入院費などを負担することにもなり、風俗で働くことになりました。おうほうほう。父も亡くなり、さあこれから自分のためにお金をた貯めるぞとなった時、梅毒を移され風俗で働くこともやる。ああ、梅毒は結構きついっていうよね。 えー、その時仲良くしていた友人にも裏切られ、人を信じることができなくなりましたと。 え、持ち金もゼロに近くなり、今は生活保護を受けながら、えー、心の病気と、あ、心の病と向き合いながら自立に向けて頑張ろうとしているところですと。ふとその時に一人が寂しくなることもありますが、誰かに寄り添いたいという感情が持てなくなり、男性女性ではなく、人としてこれからもいい距離を保ちながら付き合っていきたいと思っていますと。それなのに、ふとした夜に寂しくて涙が止まらなくなったりすることがあり、自分で自分の心がわからない状況になり、パニックに陥りますと。こんな情けない私に 何か少しでもアドバイスいただけると、えー、幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。長文、多分失礼いたしましたと。えー、ちなみに今この方聞いてらっしゃるんですかね聞いてます。プーさんリスナーの皆様お時間いただきありがとうございますと。え、ちなみにおいくつなんですか ?44 です。あー、クソババアじゃねえか。<laughs> これが言いたいがために俺大体年齢聞いてると思ってくれて、ほぼ間違いないよ。あの、まず先天的なものなのか後天的にそのような、えー、思考に、 えー、なったりするのかっていうところに関しては、あ、これ両方あります。これは両方あります、絶対に。これ絶対あります。これはあの、好天的なものを、あの、それは、あの、偽物だ、みたいなことを言い出したら、それこそわけわかんない。そういう、な、んの、な、んの、それなんか先天的じゃなきゃいけないみたいなさ、それ、なんか、先天、なんかよくわかんないことになってるから、それは。なので、あの、全然好天的なことももちろん全然あります、それは。そう。まあでも、父の、 父の、何すか父の入院費などを負担することになって、風、風俗で働くことになったっていうのは、いや、頑張りましたね、本当に。よう頑張りましたね、本当に。うーん。素晴らしいね、本当に。ね。うーん、すごいな、と思うわ、その覚悟。うーん。その覚悟は素晴らしいと思う。うーん、本当によく頑張りました、でも。まあでも、なんだろうね、うーん。猫かったら、 マジで。猫飼ったらうん。そんなお言葉いただけると思いませんでした。ありがとうございます。いや,いやでも本当によく頑張ったなと思いますよ。うん。そう。なかなかできないっすよ。うん。なかなかそれできないことっすよ。うん。そう。なんか、さらっと言ってますけど。いや、俺すげえなと思うんっすよ。ペット禁止あー、なるほどね。うん。まあ、猫だったら、 あんまり、うるさい、なんか犬とかだったら、うわ、うるるるるるって言って、なんかうるせいじゃないですか。だから僕あんまり犬好きじゃないんですけど、犬って大体、うるるるってうるさいじゃないですか。あれちょっと俺苦手なんですよね。まあそうか、でもそうか。生活保護ってなると、そのペットにかかる費用っていうのを捻出するのも結構難しいっすもんね。今までどちらかというと社畜タイプでしたが、友人との関係などが、などが重なり、全く動くことができなくなりました。僕の配信って、 今どのくらい見ていただいてますポツポツと以前から拝見しておりましたが、ここ半年はよく拝見している。あ、本当ですかあ、じゃあ、あの、あと、あと3ヶ月、えっ、ー、と、俺の配信がっつり見てみてください。そしたらあ、働いてみようかなっていう気になるんで。で、それまでは、もうだらーっという、もう自分のペースで、マイペースでもう、あのー、ゆっくりでいいんで。<laughs> あの、特に今すぐ何とかしなきゃ、みたいなことを考える必要ないです。そうすると3ヶ月後見てくれてたら、あ多分あの、あちょっとバイトでも始めてみようかな、パートでも始めてみようかな、っていう気に多分なると思うす。毎日見てみてください。3ヶ月間。で、あの、もし配信、あの、見れないことも、時間的に見れないこともあると思うんで、そういう時は、あの、僕の YouTube 見てみてください。 働かなきゃな、自立しなきゃと焦る気持ちと外に出る恐怖感から過呼吸になるを繰り返してる。だから、だから、その3ヶ月間見てみてくださいって。その3ヶ月間は、あの、うんー、3ヶ月間っていうか今年いっぱいでいいっすよ。今年いっぱい、あの、何もしないでください。あの、したくないことをしなくてもいい期間って自分で割り切ってください。だから、あの、働かなきゃな、自立しなきゃな、 焦らなくていいっす。だから、もう諦めてください。変な話。今年中は。自分のやりたいことだけやってください。今年いっぱい。残り、半年ないくらい。で、あの、毎日、僕の動画か、あの、配信か、あの、ま、あ配信だったらタダで見れるんで、まあ、あ動画もタダで見れるっすけど、広告ついてるんで、うざいじゃないですか。 だから、配信だったら広告ついてないんで。はい。あのー、毎日配信見てみてください。ただ、俺の配信を見ながら、あの、ケタケタ笑っといてください。で、あの、働かなきゃなって今年いっぱい思わなくていいです。自立しなきゃなって思う必要もないです。で、じゃあ今年いっぱいっつったからって、じゃあ来年になったから、あの、ああ、もう、2023年になったから動かなきゃなって別に思う必要ないです。 だって今別にその生活保護で生活できてるっすよね。あ、ギリギリなんとかなってますあ、本当ですかじゃあ問題ないじゃないですか足りてるあ、本当ですかじゃあ問題ないじゃん。<laughs> 何を焦る必要があるねいいですか勘違いしないでください。生活保護ってあなたみたいな人に使ってもらうためにあるですよ。それで、ね、あの、 ただただ働きたくない。ただただニートしてたい。ただただ楽していたい。ただただね、働かずに金がもらえて、そのお金でね、あのー、毎日毎日浴びるほど酒飲んで、毎日毎日日中はパチンコかパチスロ行って。そういう人に使われるための生活保護じゃないんですよ。あなたみたいに、あなたみたいにどっかでなんか自分ちゃんと社会復帰したいな。でも今まだできないな。 うまくいかないな。そういう人のために生活保護ってあるんで。だから、あなたが生活保護を使うことで文句言う人って頭おかしい人っすよ。なので、あなたは堂々と生活保護で生活をしていいです。あの、高額納税者の僕が言うんで、はい。僕より納税してる人がガタガタ言うんだったらわかるんですけど、あの、だいたいあの、俺の方が高額納税者なんで、はい。 文句言わせないです。はい。で、えー、今まで何とかやってこれてたのに私なんかがもらっていいのかなって苦しくなります。だからなる必要ない。もう一つよろしいでしょうかどうぞ。精神科の受診のことなんですが、はいはい、なんでしょう。えー、うまく心の状態を説明できず、普段からメモはしているんですが、混んでるので後の人のことを考えると申し訳なくな,申し訳な,くなり飲み込んでしまいます。うん、いろんなこと気にしすぎっすよ。うん、じゃあ、これは今年いっぱいで。うん。 あの生活保護に関しては別に来年からもとか別に全然いいですけど、これは今年いっぱいにしましょうか。あのー、いざ話せると思って口、思っても口から言葉が出てこず、うーんとね、えっ、ー、と、一回今年一年自己中になっていいっすよ。あ今日もうまく話せなかったみたいになっちゃう。うーん。今年いっぱいもう、周りの人のこと気にせず、 なんか、自分のことを気にしてみたらどうすか物事の考え方として、その考え方をちょっと転換してみてください。あなたが、じゃあ、混んでるから、後の人のことを考えて、自分の、ね、診察時間が長くなってしまったら、他の人に迷惑になってしまうから、って言って、飲み込んで、ちゃんと説明できなくて、その、あなたの、本当、そ、本当だったらそこできちんと全部話せてたら、もしかしたら、 じゃあ、変な話。まあ、こんなことはないですけど、まあ1、一、一ヶ月で治ったとしますと。でもそれがあなたがきちんと話せなかったせいで、周りのこと気にしたせ、気にして、なんか自分のこと長引かせてしまって、で、周りに迷惑をかけてしまうっていう思いで、そこをはしょってきちんと説明できなかったとしたら、その治療期間が一年かかったとします。そしたら、一ヶ月でな、治れば残りの11ヶ月分は、あの、あなた一人分が、 なくて、うまく回ってるっすよね。でもそれで、あなたが治る期間っていうのが、1年になったことによって、11ヶ月分、少しずつ順番がこう、一人分遅れていくっていう。うん、そんなこと思ってないのかもしれませんが、先生も心なしか時間気にして、即切りしたそうな、したそうに見えてしまって。ああ、だからそこを別に気にする必要ないっすよ。 変な話。ら逆に言うと、それをきちんと話をすし,して、ちゃんと完治までできるのが1ヶ月、1ヶ月で済んだとしたら、残りの11ヶ月分、ね、1人分少なくなるわけじゃないですか。だからそこ考え方の問題です。だから例えば、あの仕事とかでもそうっすよ。仕事とかで、なんか自分がこう質問するのに、ああ、なんか、この人の時間を奪ってしまって、自分のくだらない質問のせいで、この人の時間を奪ってしまうんだな。だから早めに、 切り上げなきゃ、みたいに、こう考える人って結構多いんですよ。すげえ多いです、これ。マジ世の中クソ多いです、このパターンの人。そう。その気の使い方間違えてんねんっていう。あの、堂々とわかんないことわかんないって言ってわかるまで聞き続けてくれって俺思ってるんですよ。そう。その方が、ちゃんとわかってないのにわかったふりして、 ね、時間使わせるのもったいないから、ああ、じゃあ分かってないけど、ちょっと分からないところあるけど、じゃあでも時間使わせるの申し訳ないから、ここで終わりにします。次の時同じミス繰り返すんですよ、そのパターンの人って。納得できるまで時間を、こっちの時間を使ってくれた人の方が、こっち自身も有意義な時間になるし、そう。 でも、それをちゃんと、いや申し訳ないから、申し訳ないから、つって、また次ミスったとき、え、前回もこの同じ話してるんだけどね、っていう話になっちゃうんですよ。だったら、一撃で、長くなっていいから、一撃で終わらして、完璧な理解をした方が、絶対にと、得だし、お互いに。それは。これ、お互いに得なんですよ。これ、仕事でもすごいあるスす、これ。っていうね。 うん。確かにそう思うことがあった。でも聞かないと自分が成長できない。そこを聞いていた。めっちゃ迷惑がられましたが、後で仲良くしてもらえ。そう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 ,そう。うん。だからそこの、一時の恥を、ね、あのー、こう耐えるか、ずっと恥をかき続けるのかっていう違いなんだよねっていう。だったらもう時間かけて、そこを自分の、 言いたいことっていうのを全部ちゃんと診察の時に言った方が、後々、あの、お互いのためになるです。周りに気を使うんだったら、もっと長期的なスパンで物見て、視野を広く、もっと自分がいるところよりも、もっと2歩3歩下がって、もっと広く視野を持ってあげて、それで物事を見て判断した方が、 あの、いいかなっていう。何事もそうっす、これは。あの、気にするポイントってそこじゃなくて、もっと先のとこっすね。自分が見てる目、目っていうのが、現在しか見てないのか、その先のところまで見てるのかっていう。この違いって結構でかいですよね。ここにスマホがあるじゃないですか、一台。ここにもスマホあるじゃないですか。ね。こスマホがあるじゃないですか。ここに、 タバコあるじゃないですか。一番手前にタバコがあるですよ。今。遠近感分かりづらいかもしんないですけど。はい。で、ここにライターあるっすよ。俺、このライター見てるから、ここにスマホがある方も、ここにスマホがあることも、ここにタバコがあることも分かってるです。でも、このタバコしか見てない人って、どこに何があるかあんまり分かってないですよ。ここに焦点あっちゃってるから、他全部ボケちゃってて。ボケすぎちゃってて。っていう。 はい。大丈夫ですかねうん。バイドークのこともあるかもしれませんが、もう恋愛したくないけど、えー、男性も女性も関係なく人としては付き合っていくのは間違いないってことですね。そうですね。全然全然。それはもう何の間違いでもないですよ。うん。はい。っていうことですかね。わかりました。心が少し楽になりました。プーさん相談できてよかったです。あ、本当ですかよかったです。それなら。うん。そう。だから、自分が、 動きたい、動けるタイミングと、やりたいなっていうタイミングが、カチャンとこうあったタイミングで動いたらいいと思います。あの、多分無理しようとすると壊れるんで。その状況。はい。壊れて再起不能になるんで。再起不能になると、働かなきゃな、自立しなきゃなって思うこともできなくなっちゃうんで。それ壊れちゃった状態なんで。はい。そうすると、立て直すのすげえ大変になるんでね。 はい、無理する必要ないです、今、現状。ですということで思います、私は。